越谷ツインシティは、越谷駅東口第一種市街地、再開発事業により建設された、埼玉県越谷市弥生町に所在する、再開発ビル群である。A シティと B シティの二つの建物により構成される。本地区は、東京都心から北へ 25km にあり、埼玉県の東南部に位置する東部伊勢崎線の、越谷駅東口の駅前にある。 当該地区は老朽化した店舗や住宅が混在し、未利用地も少なくない状況であった。そのため、越谷駅東口第一種市街地再開発事業による整備が、越谷駅東口市街地再開発組合により行われた。二棟は、越谷市役所側を A 式、越谷小学校側を B 式と称している。 A シティは高さ105.95メートル29階建ての超高層建築物であり、越谷市内では最も高い建築物となっている。商業施設は A シティ、B シティ双方の建物にある。A シティの東側は住宅棟となっており、超高層マンションであるグローリオ越谷、ステーションタワーが併設されている。倉庫数は397戸であり、 居住者専用の機械式立体駐車場と駐輪場が設けられている。西側の商業ではスーパーマーケットや飲食店、専門店のほか医療機関などの生活利便施設が合わせて整備された。地下1階には駐輪場が設けられており、1375台が駐輪可能である。B シティの東側は越谷駅東口駐車場が併設されており、 409台が駐車可能である。電気自動車用の急速充電器も1台設置されている。西側の商業棟のうち4階と5階は公共施設となっており、越谷市市民活動支援センターと越谷市パスポートセンターが入居する。越谷駅東口からエシテの間は屋根付きの回廊が建設されている。またエシテとビーシティは道路を挟んで立地しているが、2階の 空中フォローで連絡しており、回遊性を高めている。1997年に都市計画決定をした段階では、キーテナントとして丸広百貨店が出店する予定であり、商業棟を中心とした再開発計画であった。しかし、バブル崩壊以降の景気悪化等により、丸広百貨店が撤退したことで、計画は一度白紙に戻された。 その後の右与曲折を経て2006年の年計画変更では商業棟面積の縮小と住宅棟の新設が計画された事業の実施にあたっては施設建築物の建設と保留床の処分を同一業者によって行う特定業務代行方式が採用された2007年に再開発組合設立認可2009年に 権利返還計画の認可を得たが、リーマンショック以降の世界的規模の金融危機により、景気が急速に悪化し、特定業務代行方式での事業推進が困難な状況に陥った。再開発組合は、再度事業計画の見直しを行い、施設建築物の工事発注を一般競争入札で行うことにした。その結果、受け負い業者が、 佐藤工業と非設計に決定し、2010年3月から本格的な建設工事に着手した。そして、2012年9月15日に商業棟がグランドオープン、住宅棟も同年9月28日から入居を開始した。2013年3月に再開発組合が解散したことにより、再開発推進協議会を設立してから20年。 以上の時を経て、すべての事業が完了した。総事業費は256億円であり、国や県、市が約90億円を助成した。ありがとうございます。